物でからず測量行進これ無意な無償無差これ真実なり発祥立相の寛容これ無意なり格のごとく有を採点当時の古今の習俗とせりこれにおいて重罪逆罪を作るといえども造作祈祷せず人道中林に念なすといえども念仏図教せずこれただ人間の主流を尊厳するのみにあらず如来の仏性を悪のするもがなまり誠に悲しむべし仏法僧の利説に合いながら仏法僧の恩敵となりる三宝の山に登りながら空手にして帰り三宝の海に入りながら空手にして帰らんことはたとえ仙仏万祖の出世に応とも高度の子が発心の方を失するなりこれ共感に従わず知識に従わざるによりて格のごとし多く下道邪士に従うによりて格のごとし贈答等は仏母大心にあらずという権限早く投げ打つべし心を洗い身を洗い耳を洗い目を洗おうて検問すべからざるなりまさに仏教に従い知識に従いて証拠に帰し仏法を主学すべし仏法の大道は一人の中に大戦の共感あり一人の中に無量の諸仏増します一層一木ともに信心なり万法不祥なれば一心も不祥なり諸法実相なれば一人実相なり力あれば一心は諸法なり諸法は一心なり全身なり相当ともし不意ならん時は仏家五大心如仏性もまた不意なるべし心如仏性これ不意にあらざるゆえに相当堂々堂々とすなわち不意にあらず無意の仏母大心なり無意室の黒くなりただまさに造造祈祷等は壺大心なりと別状信下すべきなり国交の行願これより象徴すべし国億万号靴でからざる発心なりこれを見物文法というなり知るべし 目石を集め程度を重ね本言執行を集めて造物祈祷するすなわち一心を集めて造答造造するなり空空を集めて作物するなり心身を念じて造物するなり応答を重ねて造答するなり仏仏を現状せしめて造物するなり春がゆえに教人はこの私唯をなすとき十方仏皆現ず知るべし意識周囲の差物なるときは十方私唯物改元なり一方の差物なるときは諸方差物なり釈迦牟尼仏の玉明星出現のとき我と大地無常と道理浄土しかあれば発心修行五大涅槃は道理の発心修行五大涅槃なるべし仏道の信心は草木画略なる風を水化なるこれを巡らして仏道を鳴らしむるすなわち発心なり虚空を殺得して造答造物すべし経水を聞く通して造物造答すべしこれ仏あのふたは三百万五代なり一本粒五大心を百千万発するなり首相もまた格のごとし力あるに発心は一発にしてさらに発心せず修行は無料なり消化は一生なりとのみ聞くは仏法を聞くにあらず仏法を知れるにあらず仏法に合うにあらず千の国発の発心は定めて一発心の発なり千の国人の発心は一発心の発なり一歩心は千禄の発心なり首相展望もまた格のごとし
草木等にあらずばいかでか新人あらん、新人にあらずばいかでか草木あらん、草木にあらずば草木あらざるがゆえに格のごとし、座禅弁当これおつぼ大臣なり、発心は一位にあらず、座禅は一位にあらず、才蔵にあらず、諸文にあらず、図皆格のごとく三級すべし、草木執法を集めて贈答贈物する始終、それ不意にして贈答すべからずまで三十七本五大文法も不意なるべし、三外人前の信心を念じて修行せんともに不意なるべし、境地あるべからず草木が楽と次第文言と同じくこれ唯心同じくこれ実相な人事崩壊真如不生、同じく法住法になり、真如不生の中にいかでか草木刀あら、草木刀いかでか真如不生ならだら、諸法は無意にあらず無意にあらず実相なり、実相は如で実相なり、如でを二言の真理なり、この新人をもて発心すべし、水を踏み石を踏むことを拾うことなかれ、ただ一競争を念じて常六根人を造作し、一味人を念じて古物同病を混流する、これおつぼ大臣なるべし、見物なり文物なり見望なり文法なり差物なり行物なり今回はこの没後上心の巻第2回目なんですが、初めての人もおられるだろうし、そしてまたこの前ね、霧の悪いところで、切ってしまっているんでね、で、今日のところを読み続けるためにもね、この前読んだところを、ちょっとまとめてね、かいつまんでお話しするところから始めますとね、この前読んだところを、私流の言葉でね、一口に言うなら、なんて言うかというと、私の言葉で言えばですよ、要するに我々ね、老い命を生きてる、だから老い命として生きようというね、それが発想すぐ上司、この老い命っていうのは私の言葉をまず、説明するとですね、いつもこらえてる方はもう耳にタコが張ってきてうんざりするかもしれないけれど、大体ね、老い命っていうのは思い以上の力なんです。我々がこういつでも思ってるね、ところが本当に生きてるのは、その我々が思ってるっていうね、力以上の力で、それで生きてるってことだ。それで、それを具体的に言えば、夜寝ている時もね、ちゃんと1分間に息しながら、生きてる。少なくとも、ここにいられる方ね、もう子供じゃないんだから、何十年前もその夜寝ている時も全くその俺息しなくちゃと思いながら息しないでだね、とにかく何十年生きて生きていくっていうことは事実。こいつは驚かなくちゃ。そしてね、これみんなびっくりしないっていうところがびっくりするとか、これは私が初めてびっくりしたんだね。それで今まで地球上の人類ね、夜寝ている時もずっと息しながら息してきたんだ、これはびっくりしたっていうやつ今までいないもん。これの方を私はびっくりするね。そしてなおびっくりしなきゃないことは、その夜寝ている時にね、もうちゃんと息して1分間にいくつの割で息している、その力でね、今起きて
人はね、あの次から次へと頭にね、いろんなその思いが湧いてくるっていう力。これがね、だから普通はみんな俺の思いばっかり大切にしてるけどね、これ何、あの夜寝ている時の息みたいなもんだ。それで彼が欲しい、彼が欲しい、あれじゃいけない、あれじゃいけないっていつでも頭を大騒ぎしてるよな。何それ、夜寝ている時の息と同じだもん。それをね、大あのそのことをよくし、振り返ってよく考えるべきだと思うね。そしてですね、もうつまりね、思いっていうのはあれかこれか、あれは A は B であるとこう分別するのね。 A はあの例えばこのコップはガラスだっていうね、いうのはコップとガラスとってまず分けて、そしてコップガラスのコップっていうか一つにまとめてですね、だからこれで分別っていうね、これ分けた挙句に、一つにしてこう物を認識するんだからね、そういうの分別だ。それでこれはあこれじゃないっていうのを分別する。でそういう分別するのが思いですかね。そういう思いばっかり我々を考えてる。ところがその根底地盤にね、その御命っていうのがあるんだ。この御命っていうのはね、これキリスト教とか仏教とかっていうのはこれまた分別の力だ。あれでそうじゃないね、キリスト教とか仏教とか分かれる以前のね、御命です。この御命をね、仏様って言ったらね、仏様と俺とってまた分かれてる。あら神様って言ったらこれまた神様と私と分かれてる。それで、仏様を信ずる、神様を信ずるっていうとまたその分別が邪魔になって信じられないもん。そうでない、根本的にまず自分自身の御命、これを拝む心がね、発明の調子、これは当たり前のこと言ってるな。それで、まあ仏教でもって あれですね、発無常心っていうのは大体これ発あのくたら三百三菩提心だ。あのくたら三百三菩提っていうのは無常衝動学っていうね、無常っていうのはこの上ないっていう、あるいはこれ涅槃と言えるね。涅槃というのは筆境期だ、つまり変えるところですよね。で、まあ、悟りっていう、まあ、菩提とか涅槃というのは、まあ、悟りって訳されてるけど、悟りっていうとまた向こう側が浮いちゃうもん。そうでないね、そういう本当の悟りというのはそんな向こう側の代物じゃない、私自身の生き方。結局ね、無常というのはこの上ない、だから涅槃というのは筆境期、つまり帰るところ、帰るね。でこのつまりね、明るくした生き方というのはそれだよ。普通はね、これ人間ですよ、こうね、この頭だけのことね、これだけが大騒ぎ。ところがこの頭の中にいろんな思いが浮かんでくるのもね、そのもっと根本的に老い命っていう、老い命ですね、まあ天地いっぱいのとこからの老い命だ。天地いっぱいのとこからの老いの力ね、ふっと浮かんでくるんだね。ところが普通はね、このこれだけでもって、この頭でね、いかにへそくりするかって、俺の頭はね、へそくりばっかり考え
測にしたものだけが俺のものだって、ね、で俺の頭のへそくりばっかりが大騒ぎ。それに対してね、今骨あのくたら三角三歩大神骨無常神というのは俺の頭を手放しすることだ。その結局もう俺のへそくりだけを問題にしない、頭手放しでね、これがあのそれでね、ところが普段だから我々いつもばっかり俺のへそくりばっかり考えてるでしょ。それだけはね、やもったい明るくしていない、中途半端な。それに対してあのとにかく手放しちゃう。そしてそのへそくりのことを手放すのね、これだけは明るくしてる。これこの上ない。だから行き着くとか行き着いた生き方だ。それがね、あの最も洗練されきった生き方ということですね。で決してね、だから悟りっていうんでも俺のへそ頭のへそくりとこう考えてんじゃん、俺は明るくしてないんだ。悟りも手放さなくちゃ、悟りも迷いも分かれる以前のところだもんね。でところが問題はね、この頭手放しはどっから出てくるかっていうね、俺は頭手放ししたいんだけど頭手放すって、まずどっから出てくるんだろうってまだ考えるか。そのね、この頭手放し十二番も結局は御命二番からの手放しだ。何もね、俺が手放すんじゃないんだ。それで、だから骨も大事にする力も、本命自慢で生きてたからこそ、本命自慢で生きるということね。決して、その、他から持ってきて、そして、骨も大事にするんじゃない。で、だからね、これ、あれですね、ちょっと見てください。五条のね、裏の三行目、おおよそ骨母大神の因縁、他より母大神を念代せず、母大神を念代して発心する。大体ね、あの母大神というのね、学童四人衆の巻に五大神が他名一心内ってことからしょっぱなに出てきますよ。五大神っていうのはね、名は多いけど本当は一心な、一心ってことですね。この一心っていうのはね、私も毎度言うけれど、これ仏教でもって心っていう場合ね、心理的な心を考えてちゃう、全くわからない。それない、あの、老い命のことだ。生命実物って私がいつも言うけど、この生命実物、これですね。これを一心と。で、骨母大心というのはこれ何？他名一心なる。誰の一心なる。この一心ね。で、この一心が一心三が、一心三がっていう言葉もあるし、一心一切法、一切法一心っていう、これは全てなんだ。一心が全てなの。でそこの一心から、だから一心は生きているから一心は生きる、それが骨母大心だ。それからまたね、この六条の六条の裏の一行目の下が、これ皆骨母大心中にしてさらに骨母大心するなんてあるでしょ。結局ね、今この前読んだところのまと
めて一言に言いやそうな。結局は我々仏母大臣一心の中に生きているから、だからまた一心を生きようってね。だから私が言う生命実物を生きているから生命実物を生きようって、これが仏母上司のね、当たり前のことだから。でまたそれが一番行き着くところへ行き着いた生き方だし、だからこれ以上ない生き方、生き方だね。まあ、この前読んだところ、私なりに私流の言葉でまとめて一口にはそういうことなんだ。しかしながら、まあ、以下ね、復習のつもりでね、この前読んだところをちょっと広読みしておきますとね、冒頭の最高の構想曰く接戦ゆ大涅槃、これまあ普通は接戦を大涅槃に例うと思う。でまあ例えるというとね、普通は例えるものと例えられるものとこう2つに分けるわけです。ところが今その生命実物地盤の話ですからね、仏法の話はね、だから全くこれもう2つに分かれる以前の話っていうとね、その例えるというのでも例えるものと例えられるものとって2つに分かれた話。そうしてみるとその、その接戦は接戦に例えるよりはしょうがない。だから涅槃は涅槃に、大涅槃は大涅槃に例えるかしょうがない。それがその次に出てくる、真素なるなり端的なるなりだよね。真素端的って本当に親しい、その後のズバリというか話を、結局接戦は接戦に例えるでしょう。その接戦は接戦に例えるよりほかしようがないということが大涅槃。いいですか。だから大涅槃は大涅槃に例えるかしょうがないということが接戦の、生命実物としての接戦、こういうことね。それが真相端的。それでその次の心般所作いわく心身如木石、こういうのね、これまあ普通は心身は木石のごとしとこう呼ば、ところがこれも心と木石とってね、二つに並べて心身は木石のようだってこういう話じゃないんだ。ここはそうじゃなくって、いわゆる心は心じゃないとこうあるけれど、これ真は真よ、そういうふうに読むね。それでそうなってくると、これが二つに分かれる以前の世なんだ。よって五年っていうね、そうすると一体どういうのかっていうとね、その五年っていうのは二つ並べて、そしてこれはこれのようだっていう話じゃなくて、その後のズバリね、どれもこれもね、絶対に心身はない、よなんだ、よだよっていうのはね、この場合だからコロッとしたね塊はないっていうことだね。これまあまあ私のいつもあげるその、得意の話は雲なのね。雲ってやつ、雲が大空にこう確かにあるみたいに見えるじゃん。しかしながら何、雲っていうのを見てると面白いんだね、本当に。この頃は、入梅時に近づいてくるとね、入梅時ってのはまあ、つまんない、日本人にとってつまんない季節のように思えるけどね、雲としてはね、一番、生き生きした時代、時期なんですね。それで雲がまあいろんなそのさまざまな格好をした雲が入梅の晴れ間とかね、今自分はもう入梅に近づいてから それがそろそろ始まってるんでね、これだから毎日散歩するのをそればっかり見て歩いてるわけで、俺は本当に面白い。それで
方に雲が、大きな雲が昨日なんですかね、これここに大きなあのくるくるした雲があった。そういうのを歩いてるうちにスカッとね、なくなっちゃって、青空が出てきたのね。これ一体どこ行ったんだと、そんなに歯がね、動いてんじゃないんだ。動いていないんだけど、そのまんまふっとね、青空になっちゃう。あ、晴れてきたとこう思って、歩いてる。あの帰りしないにはまだ、さっとこうね、あの雲になってる。面白いですね、これ、まあ皆さん、その、空なんていうのを見上げたことない人ばっかりからつまらない。これね、世の中生きてきてね、それで上半分は全く見ていないね、皆さん。これね、その上半分は空なんだから。上半分もよく見てください。とね、雲っていうやつが私興味持ってるのはね、その大きな図体なんだ。とにかく大きな図体してながらね、その、ハイヤカーね、あれよりも短い命を生きてんだね。それこそ、まあ、長い、その、大きいの、陸地も降り続ける雲って言ったんで、それでもあれ、ハイヤカーよりは、命短いじゃないですか。それでね、結局はふっと消えちゃう。ほんで、もう短いやつになると思うと、もう大きいのが、ふっとこう見てる前に、なくなっちゃうんです。あれがふっと現れるんですね。これがね、妙なんです。その、固まったものはない。ただ、雲のごとし、あるいは、現れたごとし、形のごとし、あるいは消えたごとし、消えたってね、なくなったんじゃない。ところが、この頃の、その、なんていうか、アインシュタインの相対性、理論とか、量子論とかっていうのによると、これ、物質そのものがそうらしいもんね。だいたい空間、ニュートン時代のね、自然科学から言うと、空間っていうのは何もなかった。それに対して、その、物質っていうのはこう、コロッとこうあるとこう決めてた。ところが今の自然科学はそうじゃないですね。空間そのものがエネルギー充満してるわけ。それがこう、空間がこう曲がったところにね、いや、その大きな空間のところに空間が曲がるっていうけどね、そうすると、なんだかわけわかんない。ところが、空間が曲がったところに大きなものができるって言うと、母雲みたいなもんだってすぐわかるじゃない。要するにそうですよ。大体、その空間だって、そのやっぱり、空間流があるじゃない、気流があるよ。そうすると、やっぱり低気圧と高気圧があるみたいな、低気圧のところに雲が現れる。そのうちに、あれじゃないですか、空間のこう、低空間と高空間っていうのは、こう、測定してね、そしてここに物ができるっていうの、天気予報みたいに、予報する時代が来るんじゃないかな。あそこに物ができるぞ。それこそこんなちっちゃいもののところに空間が曲がったって言ったって、それは分からないだろう。大きな天体の中では空間が曲がるっていうこと、そこに雲、大きな物質も途端に生まれてるっていうこともあって不思議じゃない。それを仏教では色即是空、空即是色というか、で今時の自然科学はまあ色即是空、空即是色を一生懸命ね、測定しながらそう、あれしてくるわけだけど、インド人っていうやつは、昔にもそういうことを、あれ、いわば測定して、あれしたわけじゃないけど、勘でそうしてんだね。結局、我々、命を生きてんだっていうことを、だから、インド人にとっちゃね、生きるのと死ぬのとってそんなにね、変わってんじゃないんだと。だから、まあ、
日本人が悩んでいくと、あの野垂れ死にする、あ植木にするとかなんとかっていうと、もうとんでもないことのように思うんだけど、インド人自身にとってはどうなのか、その辺で知りたいところがね。インド人はそんな西洋人や日本人が考えるように、その死ぬってことが大ごとでもないし当たり前のことに考えていたなかろうかと思うね。まあこれは話が横道だ。で、少なくとも全てが如来如故だ。大体風生風滅、風空風上、風造風現、そんなところに如来如故、光がごとく現れるごとくでしょ。それだから如っていうのはそういう意味です。コロッとニュートン物理学のようにコロッと決まってその実体があるというのは、そうは考えない。それで今度木星になるというのはね、そういう真如の心身ね、これどの心身も如だ、それは木星になるというね、これ真如、真は真に、真は真であるごとし以外ない。それが木石だ。だからまた木石は木石のごとしであるよ、くしょうがない。それが真だ。真心だ。これちょうど、接戦と、あれですね、大涅槃との関係と同じだ。それで、だからね、その、五丁の表の二行目ですね、この木石を、はじめの行、五丁の表のはじめの行、この木石己ずから産む空式等の境外に牢らせられずと書いてあるね。これ結局はですね、一切二つに分かれる以前だから、無とか無と、それから空と色と、ね、そういう境界に絡まれないというですね。この木石心を持て、発心主張するなり、親睦親戚なるがゆえなり、この親睦親戚の力を持て、二言の資料国資料帝は現状せずと、そこにある。結局ね、欲しい主張するって言ってもね、この思い以上、一切二つに分かれる以前、生命実物地盤で欲しいする、主張するようがない。だからね、今も言うように我々いろんなことをいつでもああだこうだって言って頭で持って考えますね。これ資料、しかしながら資料を不資料でも現状せっていうのはね、これ資料の子っていうのはね、どれも子でもっていう、我々いろんなことを考えるけど、資料のどれも子でも不思議王帝だっていうね。不思議王帝っていうのはその夜中の息みたいなもんなんだ。これ思い以上のところでもって息してる、それなんだから、どんなことをいろいろがあだこうだって、まあ大騒ぎして頭の中で安さもつさと、まあ我々考えているわけだけど、何それ夜中の息みたいなもんだってことは、資料か不資料でです。それで、その点ね、何から何まで、この生命実物自慢、本命命を生きる場所がないとね、これが仏道というのは、仏道というのはね、その
資料自慢じゃと話し、あらゆる資料も不思議を手に置いてしまうんじゃ。で、親睦親戚の風尚を検問するより初めて下道のルールを調達するない。それより先は仏道にはあらざるない。これ結局は学童用人衆にね、その仏法のために仏法を主す、すなわちこれ道なりでね、道っていうのはそういうもん、仏法のために仏法を主するから仏道。それで今御命自慢で生きているから、御命自慢で生きる、これがその仏道です。そういう全てを本命地地盤で見るっていうね、置いてしまうって、それより先はこの仏法の話にならないと、仏道にならないんだ。ちょっとその辺のいいお話したぐらいで、そしてもって仏教のお話にしたって言ったら、そんなことない。いいとか悪いとか超えてる話で、内省国士は障壁がなく、これ国士、これまで障壁がなくというと、普通はこれ、馬が、障というのは馬がですね、それから壁、瓦、小石、そうすると、そういうのは、まあ、これここに障壁がなく揃ってんじゃん、この庭ね。だけどこれ向こう側にあると、それで見てる私と向こう側とってね、普通にそんな障壁伽羅の話じゃない。で、今障壁伽羅って仏法で言った限りね、もうそういう見る私と向こう側と分かれる以前がその仏法の話。それから古仏心って言って、古いと新しいとって、そんなのが分かれる以前で、一切ね、分かれる以前こそが古仏心である。それからまた障壁伽羅、ね、障壁伽羅は障壁伽羅に例う、これは古仏心だから、古仏心は古仏心に例う、それが障壁伽羅、こういうことだ。そういうんでね、あれするといかにもそういうなんかないね、どの辺の境界かなとまた考えばね、それでまた話は違っちゃう。そうでない、それはその全く自分から離れた、こういう話じゃないんだ。もうそこに五条の下の最後のところ、古仏心というのは空王なばんにあらず、こういう遠い話じゃない。初速反速なり、早速推速なり、つまりね、我々今日常をして事実に生きている、この信心の話、私自身の話、早速推速なり、こういう日常生活をやってる話はね、でそういう日常生活をして実生きている私が座仏し、座仏するを発心と称する。実質私が座仏し、座仏するのが発心で、おおよそ仏菩提心の因縁、他より菩提心を念題せず、菩提心を念題して発心するなり、これは今日も何遍も言うように、実生命実物を生きてた、こういう生命実物を生きる、それが仏菩提心ですね。今事実やっただけがやったで、この菩提心を念題する、その次ね、この菩提心を念題するというのは、一条層を念じて造仏し、無根性を念じて増強するなり、結局ね、御命
命を、お命、自分も生きてるから、お命を生きるっていうのはどういうのかっていうと、ここに、まあ、早話が、もうこういう、無根性があるとするじゃない。これを念じて、この、増強し、増物するんだね。あるいは、一競争を念じて、天造だったら、一本のナッパ念じて、それを持って増強、増物するわけだ。だから、無根性ってのは、生命のない素材だね。生命のない素材を取り上げて、事実、これ。これがね、これ、全部ぐるみが、お命なんだからね。我々、どっちへどう転んでもお命の中生きてんだ。だから今出会うところの、その、何でも取り上げて、そうして、増強し、増物するっていう、それが、骨棒大神なんです。決して、骨棒大神ってどっか、他から何か持ってきてって言ったら、今出会うところ、それがまあ私が、まあ、これも随分私の古い言葉で、出会うところは生命だ。出会うところは生命の分身だ。我が生命の分身として大事にする。自分の出会うところをね。それで、結局ね、もう我々、おい命って言って、このちっちゃい自分だけ考えちゃダメだね。俺の個体的生命だけじゃない。これ、私が働いて、そして私も生きてるんだし。だから、働きの場、それぐるみが私なの。ね。決して、この俺だけってね。それがコロッとしてあるんじゃないもん。これ、まあ、それこそ、私は雲だ。私は雲である。私は雲である。これ、まあ、すべての続きで、そして、ふっと浮かんで、またふっと消えてくる。白もんだ。そうすると、これ、どっちとも転んでも天地いっぱいなんだよ。天地いっぱいぐるみとして、この天地いっぱいを生きるってこと。これが骨棒大神、骨棒上神ですね。それで、それから、この以下のところは、まあ、その例をいろいろ書いていっている、わけですが、それでさら、最後にひとまとめにして、この六丁の裏の二行目のところで、これ皆骨棒大神中にして、さらに骨棒大神するない。だから、我々、老い命を生きてるから、さらに老い命を生きるっていうね、そのことを実際にやるのが骨棒大神なんていうね。で、力があれば、この六丁の、裏の五葉面のところに地下があれば二言の造と造物等はまさしくこれ骨棒大神だ。今これ塔を建てるあるいは仏を作る、それが骨棒大神で、力士成仏の発心だ。さらに中間に破壊すべからず、これを無意の功徳とする、これを無差の功徳とする。結局、今、ここでもって、無根性をね、取り上げて、仏さんを作る。そのことそのものが、仏なんだ。ね。で、これ、まあ、あれですね。造刀造物って言っても、結局はなくなっちゃうんだ。仏って言って自分がやったことなんてのはね、全くはまたなくなっていくんだから、そうするとそういうのは仮初めのことでつまらないことかってまあ思うね。それだったら何にもなくなっちゃう。そうでない、今やってる行為そのものが
してさらに中間に破壊すべからこれを無為の功徳とす、これを無さの功徳とす、これ新女官なり保証官なり、これ諸仏十三昧なり、これ特諸仏だらになり、これあのきから三楽三菩提心なり、これあのあらかんかなり、これ仏現状なり、このほかさらに無為無さ等の法なきなり、これでまあここまでこんな読んでた。それで初めて、まあ、今日のところは入るわけですが、これだから鹿藩に少女部に曰く造造祈祷は無為の苦業なく差し置きて営むべからず、測量行進これ無為なく無償無作これ真実なく保守長実相の関与これ無為なく格のごとく言うも採点統治の本の習得とせんとね、のまあこの造像祈祷ですね、この仏像を作ったり、それから塔を作ったり、それはね結局の無為の話だ、作り事の話で、それはどうせねつまらない、差し置きてを営むべからず、それに対して測量行進、測量行進というのはおもんばかりをやめ心を凝らすということだね。でこれ無為な無償無作これ真実なり、で保守性実相の官業これ無為なり、要するに本当に、お堂の中にこもって、実際にその一生懸命測量行進保証関与、保証実装の関与を事実やるということね、それだけが大切だと、こういうのが、まあ、症状不妊の曰く、こういうところはね、まあ、今ここで老園でじゃこういうふうに言われてるわけだけどね、これ見るとその思い出さざるを得ないのは正法眼蔵随聞記にね、こういう言葉があるんです。また曰く、後世の人、多く造造祈祷の字を仏法交流と思え、こう今の人は、その、仏像を作ったり、塔を作ったりとね、伽藍を作ったり、そういうことをね、もう仏法交流だと思って、これまた以外、たとえ高等体幹、玉を磨き、金を述べたりとも、これによって特道のものあるべからず、結局、まあ、京都だってたくさんの立派なお寺がたくさんあるじゃない。お寺でもって悟り開いたやつは一人もいないっちゅう、ね。そりゃそうだ、観光で金が入ってきて、あれ、早すぎるから、これは、こうしちゃいられないって、疑問でも言っちゃおうかな。それじゃあ、悟り開かせいない。ただ、在家人の財宝を仏会に入れて、善気をなす福分なり。これ、結局、まあ、そういう道徳柄を作るために、金の寄付を仰いでね、やっただけ、在家人の、その、財宝をですね、仏会に入れたっていうだけの功徳はあるかもしれない。また、松陰代価を感ずることあれども、僧とのこの字を営むは仏法の交流にはあらざるないと。坊さんがそういうのに一生懸命になったので、仏法の交流にはならないと。たとえ草庵寿下にてもあれ、訪問の一句をも資料し、ひとときの座禅をも行禅こそ、誠の仏法交流にてあらべ。結局そんなもん、お寺作ったり、仏像作ったりするよりも、本当に、草庵寿下のもとで、そして事実座禅するのが仏法交流だ。まあこういう言葉が、消防建造随聞記に出て、そうするとね、これに対して、これ今
出家人がそういうことをしてはいけないと。でここでは在家人はについて言ってるのかもしれないと、まあそうも考えます。しかしそうだとすると、ね、出家人にはその少女愚人の言うことを行わせるんだ、それから在家人には真に仏法を交流でないことを行わせるのかって、こういうことになるね。この辺を面白いから考えて、道元禅師は一体どういうことを考えるつもりになるのか。この辺のところはね、その今私はあえてそういう反対の言葉で、道元禅師のご自身の言葉で反対の正反対のこと、道元禅師の書かれてるのもね、戒律についてもそうだし、本山在家のことについてもそうだしね、これ随文記なんかもその点随文記それ自身の中でも矛盾してるから、そういうのがたくさん正反対のことたくさん言ってる。これみんなどういうことかっていうとね、この辺のところがね、仏法の話は平面単調でないということ。それで世間的頭でもって、あれかこれかっていうね、分別する。そういう頭で考えたら、道元禅師の、その、言われてることはもう、めちゃめちゃ支離滅裂だ。これは、分別書の人が書いたのかなと思うくらい、めちゃめちゃ。そうで、その、このところの文章と随文記の文章とって、まあ、正反対のものと言われているけど、これは決してね、あれかこれか、丸か×かって、そういう話でないんだ。あれかこれか、丸か×かの話ならコンピューターに任せればいいんだ。ほいで、今ね、その大切なことは、我々自身として生きている生命はそういう2つの両面両極を持っている。で、その両面両極を一目で見て、もう全く矛盾してるね。両面両極を一目で見て、そして刻々に今ここでどういうふうに行動するか、これは非常勤運転。これ武将の場にでも言ったけれど、結局ね。必境地、つまり帰るところで行き着くところへ行き着いた生き方はどこかっていつでも狙っていく。ところがね、みんなそれの正反対なのね。例えばね、安泰寺であった私、長年いたわけで、もっと安泰寺その坊主になりたいって言ってやってくる人がいます。本当坊主になってそれでそれこそ座禅修行を一生懸命やってるとね、そうするとこれ その座禅修行に退屈してくるわけだね。退屈してきて、それで退屈してくるとまたそろそろ考えるだけ、俺こんなことしていてもいいんだろうかって。そして今アフリカでもインドでも上に見してる人がいる。それに対して俺はこうして何も社会で働かないでこうしてただ座禅してる、あれだけでいいんだろうか。そしてね、結局の話、私はこんなただ社会に働かないでじっと座ってることはもはやできません、もっと前向きの姿勢でいきますって。偉そうなこと言えば、前向きっていうのはね、方向が決まって初めて前向きのができない。ほら、方向も決まらないうちに前向きの姿勢でいきますって、ないよ。動きさえすればいいと思ってるからね。いくら動きゃみんな前向きだと思って、俺がそうでない、今の若い人大概そうじゃない、動きゃいいと思って、あれはまあかばしだの、あれと同じのもあれかばってね、これ、そんなのアースを取ってやったら、みんなが怒っちゃう。
動めくって言うけど、動くって動くはしない。みんなね、前向きな姿勢にでいきますってやると大概その動くをしてる。そういうのに対して私がいつも言うのね、こういうみんなが動くをしてる、かわしが自体じっと断念してるってのは、これが一番大きな動き、その働きだ。人間に動くっていうに人間つけた、それが本当の働きだ。じっと断念してる、そりゃそうでしょ。これもうわーってこうやってるね、そこそこに中心の一点っていうのはね、これまあ私今あの折り紙ごまで夢中になってるわけですけど、コマ折り紙ごまでちゃんと回してね、いいコマってやつはね、中心の一点は不動なの。あの全くこれもう中心の一点、動かない一点があればこうみんなが回ってる、それが気持ちがなくてやめられない。それをみんなが動いちゃった。全然かわしない。で、結局ね、その、残念してる時になると、壊しちゃいられないっていうね、動き出す。それじゃあその人が減速して何したかっていうと、そうするとね、社会入って事実何かやってみると、そうするとこんなものはその世間的なことをやってみたって何もならない。結局はその不意の話なんだまたこう考えたんだ。そしてそれも打ち込めない。で結局の話、あのせっかくね、残念しようってやってきていながら残念するときは残念できない。だからのじゃあ社会入ったからってまた社会にも働けない。これがね、一番発部良心が結局貫けないで終わったってことだね。でこれによって重罪百罪を作るといえども、どうぞ人をせよ。これもですね、創造祈祷、創造祈祷はくだらないと。でも、ね、ここでそれじゃあどんな一体いいことをするかというと、例えばね、まあ、財閥の人に向かってその、今度創造祈祷するから寄付金をお願いしますと。創造祈祷って言ったって塔を作ったって何したって、そんなものはどうせ崩れちゃうだけ。そういうくだらないところには金出せないって。それでまあ財閥のやつはくれないやつが多い。そうするとその財閥のやつはその金で 何するかっていうと、目掛けとか箱とか。それで結局の話、重罪逆罪を作るというのも造造祈祷する。で人道中人に善なしといえども念仏図教せ。これもね、念仏図教のことについて、あれだね、弁当はには苦笑を暇なくせ、春の他のカエルの昼夜に泣くがごとしてまあ王朝を呼んだり何万ダム何万ダムって捉えてるんだ。あれは春の他の昼夜に蛙が泣くがごとしっていうね、ひどいことが言ってるじゃない。ところがこれほんと反対なことで、だから結局ね、念仏好きはくならないって言っても、いや我々その念仏好きはしないで、それを管理どれほどいいことをするかっていうと、またね、またもう世間的トラブルの中で巻き込まれて暮らすだけなの。こんなぐらいなら念仏好き図教してるのがいいじゃない。本当にね、まあ、私も74年もうすでに生きてきてね、このものなんて作るか考えるのにね、人間っていうのはまあ結局の話はみんな遊んで暮らすんだって思うんだけど、あれだって事業するのも遊びだし、それから金儲けも遊びだし、研究も遊びだし、勉強も遊びだし、
大体がね、みんな遊びたいために働いてるんでしょ。食うだけなら私だって食ってんだ。そんな働かなくても食えたもん。実今の時代ね、本当に働かなくてもなんとかおこぼれで、もう世の中のおこぼれだけで食えてるのね。その点ね、心がなんとか働こうっていうのは、それだけ遊ぼうと思えば働くんだね。それでだからそういう意味で授業も遊び、その金儲けも遊び、研究も遊び、研究機関って何だったって、遊ぶのに能率上げるための研究してるんです。